まあ、こういう細かいというか激しい応酬の時はいかにこう相手に時間を与えないかというところですよね。相手その壊れたとは言っても、連鎖の種が残っているので、相手のレベルが高いとね、そこから復元されてしまうリスクがあります。その辺を見越して桃剣も短く連鎖をまとめていきました。まとめ方が非常にうまいですね。わあ、ここだ。ここ相手の2連鎖を引き出してから連結の輪、いいですね。ここで相手に2個お邪魔を降らすことによって相手の反撃を誘っていますね。さあ2ラブの3、これ大きく相手を動かそうというところでしょう。2ラブの3、デルタもきちんと対応している。おっと、もっとつながっていた。6連鎖までつながっていて、桃剣は本線接続ですね。このデルタ伸ばしきれるかどうか。色は来ている、色は来ている、色は来ていて、ただ裏側はそんな入ってなさそうです。赤がないので6列目の青が赤だったらね、結構吸収率、ただこの裏側紫から吸収しているので十分耐える。素晴らしい。裏側からの吸収うまかったですね。11万点ある回収力って素晴らしいですね。一見すると回収しきれていないかなと、もう一瞬思われたんですけれども、別のルートから回収してましたね。素晴らしい。